アブドゥルアジーズ・イブン・サウード。アブドゥルアジーズ・ビン・アブドゥル・ラフマーン・ビン・ファイサル・ワール・サウード。1876年から1953年11月9日は、ワッハーブ・ハイマーム・ザイ1902年から1953年、ヒジャーズ国王・ザイ1926年1月8日から1931年、ラジュド国王・ザイイ。 1927年から1931年、ナジュド及びヒジャーズ国王。1931年から1932年、初代サウジアラビア国王、在位。1932年から1953年、アブドゥルアズイーズイブンサウド、またはイブンサウドの名で知られる。ワッハーブハイマームとしては、アブドゥルアジーズ二世、サウジアラビア国王としては、 アブドゥルアジーズ一世と呼ばれる。アラビア中部のリアド周辺にまで縮小し、かつのムハンマドイブンアブドゥルアに実権を奪われていたサウード家の出身である。ワッハーブハイマームである父が第二次サウード王国の実権を握っていたらしい時の勢力をリアドから排除することに失敗し、1891年に一族と共に放浪した果てにクウェートに亡命。これにより、 分裂して衰退していた第二次、サウード王国は完全に滅亡する。1901年、クウェートの大主張ムバーラクビンサバーハーイコール、サバーハとジャバルシャンマル王国のラシード家との戦いに参加し、別動隊としてリアド攻略を担当するも、本隊の大敗により陥落させることができなかった。1902年、22歳の時に40人の兵力で、 マスマク城に今日構えていたアジュラーン総督を打ち取りリアドを奪還した。1914年から第一次世界大戦が始まると連合国の一国であるイギリスに協力して力を蓄える。1919年にサウード家の勢力拡大が自身の独立に影響を与えると考えラシード家を陰で支援していたクウェートのサリーム市長に号をニアシアブトゥルアジーズは クウェートに侵攻するが、イギリスは空軍を派遣して牽制したために、彼はクウェート侵攻を諦めている。このようにイギリスはサウード家の勢力拡大に全面協力していたわけでなく、またサウード家を支援したのはもっぱら。イギリスでも、ジョン・フィルビーの所属したインド総督府であり、アラビアノ・ロレンスが所属するイギリスのカイロ領事は、ハーシム家を支援していたが、アブドゥル・アジーズは、 イギリスとの戦力差をわきまえており、反抗することはなかった。1920年には、その、イギリスの支援を背景にして、中部アラビアを支配下に置いた。1921年には、ラシード家を滅ぼし、1925年には、キジャーズ王国を、アーシム家より奪い、1927年には、イギリスとジッタ条約を結んで、 ナジュド王国の独立を認めさせるとともにイギリスと、なおも友好関を維持した。1931年にはナジュド及びヒジャーズ王国の建国を宣言して、自らマリク王となった。ナジュド及びヒジャーズ王国の建国の翌1932年にはサウジアラビア王国と国名を変更した。1939年に勃発した第二次。 世界大戦においては常にイギリスやアメリカ合衆国などと同じく連合国側の一員として行動する。大戦末期の1945年にはアラブ連盟に加盟する。1948年にはパレスチナ戦争が起こり、アブドゥルアジーズもサウジ軍を派遣するが国境を接しておらず、また米英との戦力差を熟知しているゆえに、 米英の交際員が出ない紛争には介入しない、方針だったために、パレスチナ問題にはあまり積極的ではなく、さらに地震同様に、アラブ圏のリーダーを辞任するエジプト王国やシリア、宿敵のハーシム家のアブドゥッター1世が君臨する、ヨルダンハシミテ王国や同じく、ハーシム家のファイサル2世が君臨し、ヒジャーズ王族のアブドゥルイコールイランフが殺傷である。 イラク王国と歩調が合うはずもなくアラブ連合軍は敗北し、アラブ圏に自由商工団を中心とする、アラブ民族主義共和制派の台頭を招くことにいる。なお、アブドゥルアジーズイブンサウド本人は、イスラエル建国について、フランクリン・ルーズベルトに、ユダヤ人が国を作りたいというのはもっともだが、ユダヤ人のナチスドイツからの迫害をどうこう言うなら、なぜドイツにその罪を償わせることを考えないのか ユダヤ人が好む最良のドイツ領土を活上させ、ドイツにユダヤ人国家を作ればいいと述べたという。これより、さきの1924年に、ホームズ少佐にあるイコールハサ地方の石油利権を与え、1928年の赤線協定が施行され、1933年にホームズ少佐からガルフ石油に移行した石油利権がカリフォルニアイコール、 アラビアスタンダード石油に移って以降、アメリカ合衆国との関係が深まり、1938年にはアラムコによりサウジアラビア発の油田が発見され、メッカメディなのに大聖地巡礼に変わる財源を確保。パレスチナ戦争後はアメリカ合衆国との協調関係がさらに進み、アメリカ合衆国から新鋭機械を導入するなどして、自国内の油田開発に当たった。 宗教においても自身がイマームを務めるワッハーブ派のイスラム教、最も厳正で、復古主義的を国教として定めるなどして、サウジアラビア王国の基礎を築き上げた。1953年11月9日、狂信症により77歳で死去した。500リアル社兵に肖像が使用されている。当時のアラビア半島のイスラム社会では、女性は、 家系図などにも記載されないことが一般的であり、また、妻は原則として、ハレムの奥に控えて公式の場に出ないため、妻に関しては記録が乏しい部分が多く、人数についても諸説ある。同様の理由により、娘の人数と名前も記録が乏しい。当時のアラビア半島のイスラム社会では、異教とたる配偶者は、妻ではなく、妾として扱われたこと、 奴隷制の下で、女奴隷である女性が存在していたこと、権利義務関係について条件付きの婚姻である、ミシャー婚が存在していたこと、東部州ではシーア派独自のが認められていたこと、部族ごとに異なる、部族習慣法に基づく婚姻とイスラム法に基づくイントが混在していたことなどから、婚姻にかかる事実関係が複雑であった。また、歴史研究家によっては、 ミシャー・コンの相手をメかけと呼ぶ場合もある。これらの事情から、どこまでの範囲の人物を妻と呼ぶことができるのかは、必ずしも明確ではない。一説には四十一人の妻がいるとされるが、そのうち八人は、奴隷の身分で、出自や本名が明確ではなく、妻のうち十二人は後に離婚しているとされる。その一方で、四人の妻と四人のメかけと四人の女奴隷がいたとする資料もある。 有力部族の部族長の娘に子供を産ませるため、百回以上の結婚を余儀なくされたとも言われているため、百数十にも及ぶ、主要部族すべてに妻がいたとすれば百数十人の妻がいたことになる。記録が明確なのは、後の国王と大井継承者たちを産んだ4人の妻であり、彼女たち4人を制裁と見る場合もある。以下では、 記録が明確な妻を挙げる。子供は89人いるとされ、うち男子は52人、女子は37人とされる。そのうちの1903年に溶接したハーリドを除いた36人の男子が多い継承系を獲得していた。太とは、国王に就任した人物、溶接した一人を除き、第二世代の直系男子が36人おり、その子供の孫世代が、 多数いるため、ここでは、主な人物についての見記載する。総尊についても孫の項目同様に、特に有名な人物の見記載する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。